じゃあ、はい、はい、僕からじゃあ自己紹介していいですか。はい、はい、成瀬隼人と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年22の21歳になります。はい、多分年下が組になるんですかね、多分分からないですけど。じゃあ皆さんの自己紹介さ、はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、あ、じゃあ次は、じゃあ僕から、あ、僕、はい、次行ってもよろしいですか。はい、佐野時孝と申します。現在21歳で、成瀬くんと同じく今年22歳となります。あ、じゃあ、はい、同級。そうですね、あのよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次は僕が行きます。はい、お願いします。はい、高梨翔と申します。年齢は25歳です。お、年上だ。今のところ年上ですね。はいはいはい。でもなんか先輩らしいところとかないんで、全然気軽に話してください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ僕ですね、はい、名前は平手ロヤと申します。年齢は今22歳で、今年23の、はいはい、皆さん、こっちが近いですね。そうですね。そうですね。あ、結構、同級生が2人でって感じで。そうですね。そうですね。はい、結構、年も近いです。ああ。うん。お願いします、皆さん。お願いします。皆さん、お願いします。お願いします。じゃあ、どうしよう。課題に行きますか、それともなんか、ちょっと趣味の話とかしますか。ああ、でも趣味の話から全然いいですけど。ですよね。はい。じゃあ、まあ、順番どこからで。はい。はい。釣りが好きなんですけど。おお。あの、魚釣りが好きで、はい、よくあの、はい、海行くんですけど、はい、まあ、この幸せな形じゃないですけど、釣りしてるとき幸せですけどね、僕。もう、趣味と好きだ。うん。大きい魚とか釣れたときはやっぱ嬉しいですね。ああ、嬉しいです。ちなみにどんな魚釣るんですか、最近は。最近あの僕いつも狙うのはあのスズキという魚、シーバス。シーバスか。これぐらいの魚を釣るんですけど、はい、うん、それが釣れたときはやっぱ嬉しいです。ああ。結構どこで魚釣りするんですか。そう、僕あの出身が大阪なんですけど、関西だと和歌山。行ったりとか、東京だとあの千葉の方まで行ったりしますね。あ、じゃあ結構遠くまで出かけるんですね。あ、そうですね、電車に乗ってゆらゆらって。結構朝早いですもんね、釣りって。早い。そうですね、終電、みんながあの帰っていくのと合わせて終電で帰っていきますね、千葉の方に。いろいろ仕掛けとか作って4時ぐらいから釣るって感じ。たっぷりやってる。皆さんありますか、なんか趣味とか。じゃあ自己紹介の順でいきますか。あ、そうです。はい、僕は趣味はすごくいろいろあるんですけど、最近ハマってることはスケートボードですね。あの、友達とよくパークに行って、あの、まあ、運動解消にもなるんで、友達とよく滑ってます。あ、スケートボードいいですよね。そうですね。僕も、ね、結構怪我も多いんで気をつけながらなんですけど。うん。どこに滑りによく行かれるんですか？最近はあの横浜の方に、はい、大きいパークがあるんですけど、そこまあちょっと遠いんですけど、あの楽しめるんで、そこまで電車で行きますね。うん、おお。電車こう。時間ぐらいかかるんですけど。ああ、皆さん電車ですよね。皆さんやっぱ電車ですね。電車です。電車ですよね。車とかじゃないですもんね。続いてどうぞ。はい、あ、じゃあ僕、はい、最近なんかこれといったなんかあの佐野さんとか成瀬さんみたいなかっこいい趣味はないんですけど、はい、なんか自転車に乗ることが最近多くて。ああ、はい。
サイクリングじゃないけど。はい。で、なんか、1日40キロとか50キロぐらい走るときとかもあって。結構走るんです ね。結構なんか、運動してないから、なんか、はい、自転車乗ろっかなと思って。いい自転車乗り、最近乗り始めたっていうのもありますね。あとは、なんだろう、古着とか見に行ったりとか。あ、僕も、あの、服好きなので。あ、服好きなんですね。面白いですよね、やっぱ古着見に行きます。いや、古着。面白いですね、結構。うん。かっこいいですよ。高円寺とか、あの辺、行ったりとかして。下北沢とかも結構古着有名ですけど、なんか、最近、新しいお店とかも増えてきて。なんかどっちかって言ったら結構増えてます。そうですよね。高円寺とかのがなんか古臭い感じがちょっといいなっていう。うん、そうですね。ちょっとなんかディープな、うん。そうですよね。っていうかありますね。うん。わかります。こんな感じですかね。はい。いいっすね。はい。あ、おすすめはあの裏原とかもいいです。結構古着屋。ああ、裏原。あまりなく開拓、うちの方開拓してないから行ってみたいです。あ、ぜひぜひ。はい。行ってみてください。行ってみます。ありがとうございます。じゃあ、続いては平手さんですね。はい。趣味ですか？僕は、そうですね。コロナの自粛期間中に、やることがなくて、はい。FPS ゲームを、本格的に始めて、そこからずっとハマってやってます。はい、いや、僕もゲームですが、荒野行動。あ、すいません。荒野行動とかじゃないんですけど、なんか、パソコンでやるマウスとキーボードが、僕もこの、オーディションが始まる前までずっとパソコンでやってましたよ。ゲーム。すごい。いや全然やらないから、なんかすごいですね。未知の領域です、僕、そっちの方は。あ、本当ですか？はい。古着の方に。あ、です。え、なんすか？古着が あんまり分かんなかったですね。ああ、古着、そうですね。古着。なるほど。じゃあ、そろそろ。はい。そうですね。行きますか？行きましょう。はい。これも自己紹介順にしますか？あ、でも全然。しますか。はい。じゃあ、まあ、そうですね。僕にとってのその幸せな例なんですけど、まあ、さっきもちょっと出たんですけど、まあ、釣りでその大きい魚を釣った時とかも幸せを感じるんですけど、うん、やっぱり一番なんか、その、人に頼られる時って一番幸せを感じませんか？ああ、はい。まあ、アルバイトしてる時とか、まあ、こういう芸能関係のお仕事をさせてもらってる時とかもあるんですけど、やっぱりそのね、この僕が良くて起用しましたとか、あとなんかそのバイトのシフトとかも、あなたが、成瀬が行って良かったよって言われた時って、すっごいなんかその幸せを感じるんですよ。うん、なんかやっぱり、僕個人のその個人的な意見なんですけど、なんか人に忘れられたら終わるなっていうのがどこかあって、そういうので、なんかその、はい、ずっと、やっぱりみんなの輪の中じゃないですけど、その、なんですかね、人としてまだ生きてるなっていうのが感じれるんで、はいはい、すごい幸せを感じれますね。ああ。確かに。なんかこう、頑張った後のこう、なんか成果だったりとかってすごく嬉しいですよね。はい、そうですね。うん、ありますか、皆さん。で僕もちょっと似てるんですけど、こう何か行動したことについてくるものだと思って最近思って気づいたんですけど、幸せっていうのは、まあ、それも一つあるなと思って、例えば、まあ、成瀬さんが言ってたこうバイトを頑張って誰かに認めてもらう、求めるですごく嬉しい、そういう成果があって幸せが得られるじゃないですか。うん、で、例えば些細な日常でもこう仕事頑張った後のご飯が美味しかったりとか、うん、いろいろあると思うんです。で、すごく僕がそうだなって特に思ったのが、オーディションの動画でも
話したんですけど、地元の行きつけだったラーメン屋さん、僕がもっともっとバイトしてたラーメン屋さんの、働いてる店主の方がすごく応援してるよっていうのを母親から伝言で聞いて、っていうのをこう、努力をしててよかったなとか、そういう面がこう、気づいてもらえた時とか、何かこう、努力して行動した時に、あ、ついてくるんだなっていうふうに思って、なんか定義のない大雑把なものですけど、そういうのも、一つとしてあるのかなって思いました。はいですねはいですねふと考えてみたらそうだなと思って。まだ、じゃあ僕ちょっと成瀬さんとか佐野さんとかとちょっとテイストが変わってきちゃう、また変わってきちゃうんですけど、はい、自粛するちょっと時間が増えて、はい、やっぱお家でちょっとなんか外食とかではなくて家で料理する機会が増えて、うん、ちょっとなんか最近料理の腕が少し上がってですね、もうそんなになんかすごいものが作れるってわけではないんですけど、はい、なんか味噌汁とかで、まあ味噌汁とか作って、なんかすごくそれ友達に飲ませたんですよ、はい、味噌汁を。そしたらなんか、はい、お母さんが作ってくれる味噌汁よりも美味しいって言ってくれて、普段なんかオーディション動画でおっしゃってますね。はい、あ、そうです。なんかなんだろう、外食とかに行ってたらそういうこともなかったんだけど、なんかこういう身近なものにもなんかこうやって嬉しいなとかって思えることってあるんだなって最近ちょっと気づいたっていうか感じて、この自粛期間中に、だからなんか小さなことでもなんか嬉しいなって思えることもいっぱい身近にあって、なんかそういうことっていいなってちょっと最近思ったっていうところですね。ああ、はい、ちょっとテイストが違うんですけど味噌汁っていうまあ料理の腕っていうところかなって思って、そこ、はい、ちょっとそこら辺の幸せの形です、僕の。はい、伊達さんですね。あ、はい、僕の幸せの形はやりたいことができてる、もう今がすごい幸せな、僕は高校卒業して静岡出身なんですけど、はい、まあ、東京に上京して、お金も全然なくて、うん、学費が2年間で200万です。何にもされない状態で、お金稼ぎながら学校通ってみたいなので、うん、で、やっと今、声優の様子、事務所に来てもらって、オーディションとか受けれる環境とか、うん、もう僕にとっても今がすごい幸せというか、もう、まあ、食べていけてないので、役立って。まあ、成功しているとは言えない部分あるとは思うんですけど、まあ、僕にとってはもう今の感じはすごい幸せというか。ああ。生きてるだけで楽しいなっていうのが。ああ、なるほど。え、いや、でもわかります。なんか、皆さん、あれなんですけど、やっぱり、なちょっとした小さいこととか、なんでもないようなことが、やっぱ幸せに感じれたりするんですね。最近そうですよね、多いですよね、なんか自分と向き合う時間が増えたっていうか、あ、うん、感じますね、はい、やっぱりなんか、ね、大きな幸せよりなんかやっぱり日々の、ね、幸せを感じるって感じですかね、そこですね、はい、あれ一人一人、あ、帰ってきました佐野さん、佐野さん大丈夫ですか佐野さん。なんか横になって、なんか縦になってます、画面が。画面固定が大丈夫ですか、はい。ああ、そうですね。ああ、そうですね。はい。はい。あれ、また、あ、OK です。あ、はい。今は、何でもないようなことが幸せだったなっていう話をしました。はい。聞こえてますか？あれ、大丈夫ですか？聞こえてます。あ、大丈夫ですか？あ、分かった。はい。聞こえてます。音が、回線が。声がぐわー。申し訳ないです。すみません。あ、大丈夫です。ちょっと怪しいですね。固まっちゃいました。
あ、大丈夫ですか。なんか通信が悪いですね。電波が悪い。どうですかね。本当ですか。画面がずっと固まってる。あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。あ、はい、はい、すみません。いえいえ。やっぱり、ね、日々を大切にしていきたいですよね。はい。ちょっと、あれですよね、今、いなかったから分かんないですね。そうですね、すみません。いえいえ。今あれですね、じみじみとしたはいっていうのが来ましたね。大切にしていきたいです、はい、別にしていきたいですね、はい、ではでは、はい、これでこのくらいでこのくらいですかね、はい、なんか伝えたいことみたいなないですか、はい、あのちょっと乱してしまって申し訳ありませんでした。大丈夫ですよ。はい。すいません。皆さん、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。